3月22日日曜日朝6時です。昨日の午後からこのねキャンピングカーとかキャンピングトレーラーの乗ってる友達が県外から遊びに来てくれました。まあ、僕はもうこの連休ずっと仕事だったんでちょっと一緒には行動できなかったんですけど、昨日の晩は一緒に、一角に骨付き鶏食べに行ったりだとか、あとまあ仏性山温泉行ったりだとか、あとまあ自宅でね夜一緒に飲んで楽しい時間過ごすことできました。いや遠路お疲れ様でした。で今日も仕事なんでちょっと一緒に行動はできないんですけど、朝からうどん食べに行こうかと思います。でねこれヨーロピアンのトレーラーなんですけど、全長が 7m30 ぐらいあるのかな。昔ねトレーラー引っ張ってたんですけど、まあ、今自走のジル520ね変えたんですけど、昔はねこういったトレーラー引っ張ってました。トレーラーは結局5台ぐらい持ってたのかな、5台持ってたのかな、乗り換えてね、ちっちゃいやつから始まって最後は 8m70 ぐらいあるトレーラー引っ張ってました。今朝もいつもと同じようにバリスタでスタートします。いただきます。ああうまい。昨日は久しぶりに友達と一緒に飲んで飲みすぎました。いやーでも楽しかった。じゃーん。昨日ねアマゾンからこれが届いてたんですけど、ちょっと開封できてなかったんで早速開けたいと思います。あと他にもねちょっと届いてるものあるんですけど、職場の方に荷物があるのでとりあえず自宅に来たこいつだけ先に開封します。ねえあれどこにあるんだこれか。あまりにも小さくてちょっと分かんなかったんですけど、せーのじゃんと。これねこの今撮影している富士フイルムの XE3 に、装着する取り付けするホットシューのカバーですね。このね富士フイルムのカメラだけっていうのかな、今までちょっと経験したことなかったんですけど、ホットシューの、取り付け部分にこのカメラ、富士フイルムのカメラ全般なのかもしれないんですけど、ホットシューカバーがねついてなくて端子むき出しなんですよね。むき出しのまま使えないこともないんですけど、なんかあんまりねこう見た目も悪いし、どうしてもねその端子部分がこうむき出しで出てるっていうのがどうもねちょっと気になるので、ホットシューカバー購入してみました。今カメラ切り替えたんですけど、このねホットシューここがね端子がむき出しで、ここにこの今購入したこのカバーをカチャッと差し込むだけ、単にこれだけです。ほんとね別になくても困るわけじゃないんですけど、やっぱりねこういった端子類出てるとなんか使っててちょっと気持ち悪いので、カバーカチャッと装着してこの状態で使用したいと思います。じゃーん。朝うどん玉屋さんに行ってきます。はい、いらっしゃいませ。だから影の一点。うどんを温めずにそのままぬるいのを食べたいのでスルー。トッピングもセルフです。と大根おろし。あと梅干し2個で七味を少々。いただきます。うまそう。うんうまい。ごちそうさまでした。完食しました。これからトレーラーの連結やります。手のおばさんなんで。また遊びに来てください。バイバーイ。それではまたバイバイ。バイバイ。3連休最終日ということで、ついさっき1時間ぐらい前だったかな、キャンピングカーとキャンピングトレーラーで遊びに来てくれてた友達を見送りました。いやほんとね、楽しい時間過ごすことできてよかったです。もう今回の3連休は本当全くどこにも出かけられるようなちょっと時間取れなかったんですけど、もう昨晩本当に夜だけだったんですが、温泉行ったりだとか、あと一角行って骨付き鳥食べたりだとか、あと自宅で晩一緒に飲みながらいろいろ話をしたりだとか、本当ね楽しく過ごすことができました。お疲れ様でした。で今日は、仕事もう最終日ということで少し早めに切り上げて、今キャンピングカーの中で撮影しています。というわけで早速これいただこうかと思います。じゃん。最近ねお気に入りのこのこだわり酒場、レモンサワー、最初にこれ飲んだのってなんか原液かなんかだったかな、購入してきてそれを、炭酸かなんかで割って飲んだ覚えがあるんですけど、非常に美味しかったので最近これを箱買いしています。それではいただきます。あーうまっ。結構喉にくるな。昨日仕事を終えてもう出かけた後に職場の方にこれが届いていました。じゃーん。もう早速開けようかと思います。で今回購入したものですが、こいつです。フジノン XF16mm F2.8 です。 16mm の単焦点レンズですね。で今撮影しているこのカメラが富士フイルムの XE3 で、レンズはキッドレンズ、ズームレンズになるんですが、18-55mm、F2.8 からF4 という、そういったレンズを使っています。でこのキットレンズ、キットレンズという割にはね非常に写りも良くて、で軽さもねそんなにこう重くもなく、大きさも程よいぐらいの大きさのレンズで、実際撮影してみたら非常に写り良くて、結構気に入ってたんですが、多少ねなんだろう 18mm っていうのが、換算、いくらだ 27mm ぐらいになるんで、ちょっとね狭い、広くもなく狭くもなくっていうぐらいな感じなんですけど、もう少し広いレンズが欲しいっていうことで、広角レンズが欲しいっていうことで、これ追加で 16mm 単焦点購入してみました。それでは早速レンズを取り出していきます。軽っ。そして非常にコンパクトですね。一応、下調べしてたんですけど、オートフォーカスの音も結構静かということで、動画撮影するのにも全然不自由ないかと思います。若干気になってたのがこの F2.8 ですね。暗いんじゃないかなと思ったんですけど、この、1855のこのレンズ、F2.8 で、使用してみたら、意外とね、暗いというほどでもなかったので、大丈夫かなということで、この単焦点追加してみました。それでは早速このレンズに交換してみます。一時的に撮影しているカメラを G9 Pro に変えてみました。で、今これ装着しているのが1855なんですけど、購入したのがね、これ 16mm の F2.8 の単焦点です。比較すると確かにね、全然サイズ感が違いますね。これは非常にコンパクトですね。じゃあ早速、レンズ交換してみたいと思います。おお、これはバランス的には非常にいいんじゃないですかね。すげえ軽い。つけた時にこれだけ変わりますからね。これフードをつけるとさらに強調されるんじゃないかな。XE3 のこのコンパクトなボディサイズからすると、やっぱりね、これぐらいコンパクトな小さなレンズの方がやっぱり似合いますね。このね、1855もそんなに大きいレンズじゃないんですけど、やっぱりそれでもね、バランス的にはこっちの 16mm 単焦点の方がいいな。かっこいい。フードつけてみると、こんな感じですね。お、めちゃくちゃいいんじゃないですか。1855のフードつけるとね、こんな感じになるんですよね。まあ、このフードがどうこうというよりは、フード自体がね、非常にこれ長いので、つけた時にね、まあどうしてもサイズが大きくなってしまうっていうのがちょっと気になってたんですけど、こっちの 16mm の F2.8 のこのフードコンパクトで非常に可愛らしくて気に入りました。再びカメラを XE3 に購入したばかりの単焦点レンズ 16mm F2.8 に、切り替えしてみました。映りどうかな？まあまあいい感じで映ってるように見えるんですけど、ボケもそこそこありそうな感じですね。で、気になるのは AF の音なんですが、多少ね、カタ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 っていう小さい音はしてるんですが、まあこれは許容範囲かな。そしてあとどれぐらい寄れるんだろう。今これ15、16センチぐらいの距離なんですけど、とりあえず AF 合ってますよね。うん。なかなか使えそうな感じですね。で、残念なことに、これね、手ブレ補正が確か入ってなかったんですよね。で、XE3 自体に手ブレ補正がないのと、レンズ自体にも手ブレ補正 なかったら、やっぱりかなり揺れるんですが、で、こっちのね、1855の方は手ブレ補正入ってるので、まあまあ有効に手ブレ補正効いてくれるので、そこそこ使えるんですが、これの 16mm のF2.8 の単焦点、手ぶれがないのがちょっと残念なところですが、まあ、もうその分軽いので、もう仕方ないって言ったところでしょうか。うん。そんなに悪そうに見えない。結構寄れるな。うん、AF もそこそこ速い。まあ、一番気になってた AF の音ですが、聞こえるかな？急激に動かした時にカタ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 って、なってるんですが、もうこれはもう編集するときにノイキャン効かしてどうにかごまかすしかないですかね。まあでも非常にカメラとレンズセットした時のこの軽さっていうのがまあ魅力ですね。ほとんどコンデジサイズのような気がする。これ今気がついたんですけど、撮影してない時は AF の音が結構ね大きくカタ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 常にこう鳴るんですが、撮影始めると、あ、ほとんど鳴ってないな。へえ、知らなかった。これ撮影している時としてない時とで、まあ録画してるかしてないかでこの AF の音変わりますね。こう撮影しているとそんなにね気にならないで、撮影止めると結構ね音がしだす。富士のカメラって、まあ、レンズってそんな特性があるんですね。いや、これはちょっと知らなかったです。手ブレ補正がないのは非常に残念なんだけど、ただこの XE3 の魅力であるコンパクトさだとか、あと軽さを生かすにはやっぱりこの 16mm F2.8 のこの単焦点レンズで組み合わせるのが一番いいのかな。なんかそんな気がしてきました。まあ、若干手ブレするのはどうにか手ブレしないように、撮影するときに少し気をつければいいかな。うん。まあそんな感じで今後使っていきたいなと思います。というわけで3連休最後の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。